男子のレースが始まります。あの設楽兄弟の母校埼玉小布施中学は設楽兄弟が出場して以来16年ぶりの出場です。駒澤大学大八木監督の母校福島高田中学は前回準優勝です。前回優勝の桂中学は史上4チーム目の連覇を狙います。スタートも近づいてきました。残りは46秒。神林さんもスタート前いろいろ中学時代は緊張しましたか？いや緊張しますね。もうどの大会も関係なく緊張しましたから、はい、特にこの舞台はもうね、チームのいろんなものを背負って走るわけですから、計り知れない緊張がみんなあるんじゃないかなと思いますね。夢と希望、そして将来の可能性に満ち溢れた中学生が自らの足で人生を切り開いていきます。この中には4年後のお正月箱根路を沸かせることになるスーパールーキーも含まれているかもしれません。横一列にずらっと並んで一礼挨拶をしながら構えます。 SGH 文化スポーツ振興財団プレゼンツ第30回全国中学校駅伝大会男子の部がスタートしました。気がつけば後ろの集団を離しています。先頭赤ユニフォーム兵庫代表平岡中学初出場ですが、まあ、各チームの監督に聞くとその優勝候補というような名前に上がってきているのが初出場平岡中学ですね。そうですね。この特にあの1区、そしてアンカーのこの新妻兄弟、双子のまずお兄さんが春樹、今1区走ってますね。あの乾監督によれば2人は性格が、あの双子の兄弟は性格が違って、今1区走ってるお兄さんの春樹は落ち着いているタイプなんだという分析で、6区のアンカーを任されている弟の光輝は気持ちを前面に出していくタイプなんだと言っていまして、まず冷静なこのお兄さん春樹ですね。なるほど、そういうことでこの1区と6区なんですね。やっぱりこう気持ちが、まあ、まず冷静になきゃいけない1区だと思うんですね、あのいろんな過激ありますから。でやっぱり6区っていうのは気持ちがどれだけ出るかでやっぱ変わってきますから、はい、もうその性格も踏まえた区間配置なんだなと今の話を伺ってですねすごく思いましたし、あそうですか、いや強いな、あここでこれだけの差をつけてきましたいやさあ夏の全中 3000m で共に入賞、8分前半のタイムを持つ新妻兄弟擁するこの平岡中学校、まずは兄の新妻春樹が先頭で2位に大きく差をつけて今土井正宗にたすきリレー、そのタイム9分5秒、手元の時計で9分5秒という1区区間賞の記録を叩き出しました。トップとの差が10秒以上開いてここで2位がやってきました。さらに続々とたすきリレーです。2位には山口代表国府中学校、さらには神奈川は3位ということになりました塚越中学校です。さあこの辺りまだまだずっと今長いストレート少し、まあ、曲がっていますけども、ほぼストレート1キロ、今その半分を終えて残り 500m 弱のストレートの後半に入っています。この先順位変わりそうな気がしますね。そうですね、2位、3、4、5、6、7位とこの辺りの、まあ、入賞圏内という選手たちですが、今ちらっと後ろを見ました。ナンバーカード14番神奈川の塚越中学3年生、神林さんの中学時代の恩師が指揮を取るそのチームが今先頭に並んで、横をお互いにチラッチラッと見ながら前に出ました。さあ先頭に立ちました。もう一度これ今度先頭奪い返すという形になりましたね。ただまあここからですから、この先頭出るのはいいんですけど、やっぱ先頭になるとそれだけ風の影響を受けたりとかもしますから、まあ、最後スパートで、まあ、前に出れるかどうかというのをこのままね、逃げ切れるかどうか粘ってもらいたいなというふうに思いますね。そうですね、大森富士と呼ばれる三上山も見守るこの陸上競技場。さあこの大西が素晴らしい走り、ただ後ろも追い上げてきた。さあ先頭争いも激化していく3区となりそうです。1位神奈川の塚越、そしてここで34番広島の紅葉が来ました。山口の国府が3番手、さらには栃木の三島が来ました。ナンバーカード35、山口県の代表国府中学3年生西野大河、ここで先頭に立ちました。さあ2番手2位になりました神奈川の塚越中学2年生は長島明日久、ここで一つまた先頭が変わって3キロというコースのつばぜり合いですね。先頭山口県の国府中学3年生ナンバーカード35西野大河、
その後ろぴったりとマークはナンバーカード42、今見えませんが長崎西諫早中学2年生の橋本虎之介。その後ろに少し差ができまして、ナンバーカード14、神奈川県塚越中学2年生の長島アスク。この先頭争いの3人とお伝えしておきましょう。ここ登ってそしてまたすぐ下るという大きなアップダウンというのは、ここがまず一つありますもんね。そうですね、はい、ここと、トラックに入る前のところあたりかなと思いますけど、やはりここの、アップダウンで、特に自信ある選手は仕掛ける印象がありますので。そうですか。やっぱりここでしっかりまた抜き返しましたね。そして今度3位の長野の堀金中学3年生の百瀬正弘、追いついてきました。3人の先頭集団、すごいなですね。いやだからこの3人で行きたいですね、どんどん前に。また先頭集団はほぼ3人差がなくなって、その後ろナンバーカード9番の栃木の三島中学でしょうか。さあラストスタート、百瀬正弘、チームの順位をトップに押し上げる走りを見せました。今長野の堀金が先頭でたすきリレーです。矢花美空にたすきを渡しています。後半の区間に入っています。6区間で争われます。今4区のランナーにたすきは渡っています。そして忘れてはいけないのがナンバーカード26、前回のチャンピオン京都の桂中学。いや上がってきました。2位に上がってきました。すごいな、男女ともにやはりこうしっかりと後半区間大事なところで上がってくるんですね。必ずこの優勝争いには毎年のようにという表現になりますかね。いやもう信じられないですよ、こういうふうに特に中学駅伝で安定したポジションで、これ男女ですから、いやすごいなと。桂中学2番手を走ります26番、2年生の鹿島響、仲間への思いは一番強いタイプなんですと、そんな風に聞いています。ただ先頭をキープしています。ナンバーカード35番、山口の国府中学3年生中原です。でもちょっと後ろの勢いが良くなってきているような詰めてきましたね。2位集団3人がさあ追いつくか、これ来ますかね。これは追いつきそうですね。勢いが違う、走りの勢いがこれちょっと対照的になってきた。ちょっとやっぱ先頭走ってる分苦しくなってきてるかなと思いますんで、やっぱこの後ろの2人の方が元気はまだまだあるかなと思いますから、ここを曲がって先頭出るんじゃないですかね。出ましたね。さあここで先頭に出ました。ついに桂中学が先頭に出た。前回は2度目の全国制覇でした男子桂中学です。今回は連覇を狙う桂中学。ただ千葉も上がってくるか。千葉の境根中学3年生の伊藤雄之介、初出場の境根中学、これも先頭争い来てますね。粘れてます、粘れてます。2年生ですけど、もう臆することなくしっかりとついてますし、内側のポジション取れてますから、ここはうまく駆け引きしながら、スパートし合ってほしいなと思いますし、まだこの山口の選手もですね、抜かれはしましたけど、まだ、追いつけていますから、このまま、3人でしっかりと粘れるところで粘りたいなと、いうところじゃないでしょうか。緑のランニングパンツ、2位を走る千葉の境根中学3年生の伊藤雄之介。境根中学は吹奏楽部が全国大会で現在14大会連続金賞受賞という、そういった文化も強いところですね。いやだからこそ負けてられないという思いもあるでしょうから、陸上もね、もちろんそうです。はい、いやだからここね、最後スパートでちょっと前に出そうな、走りもしてますから。さあ残り間もなく 400m を迎えるこの先です。さあ2人で行きたいですね。最後の上り、ここ最後の上り。さあこの後トラック勝負になるのか。前を走る京都桂中学2年生の鹿島響、出ましたね、前に出た。さあここで千葉が前、境根中学前、伊藤雄之介が前に出ました。千葉県勢、さあ境根中学伊藤が先頭でトラックに入ってきた。この後5区のランナーにたすきを渡します。さあ9年ぶり4チーム目の連覇に向けて桂も追い上げてきた。さあこの中継所トップはどちらか。千葉の境根が先頭でたすきリレー。ただ続いて今桂中学も行きました。その差は1秒です。1秒でたすきリレー。3番には福岡代表の湯川が入ってきている。ランナーが走りながらこの後トラックに戻るとアンカーが待っています。先頭を走ります。千葉境根中学は今回が初出場です。初出場で初優勝となりますと第1回大会を除けば
男子では過去に6チームあります。ですから今回は大会史上6年ぶり史上7チーム目の初出場での初優勝。さあこの可能性も大きくなってきたが、次はアンカーだ。最後の勝負が待っている。もう5メートルを切った。さあ先頭は千葉の境根中学。ただ後ろから迫ってくる、後ろから迫ってくる。並ぶか詰まってくる、詰まってくる。そして今並ぶ山口の国府中学2年生の尾崎優、並んで前に出ました。さあそして中継所を迎えます。周囲を驚かせるこの走りを見せています。さあ最後のストレートに入ってきました。ラストスパート、待ち受けるのは1年生の栗本日向、アンカーを任せられています。ただ予選でもアンカーを走った栗本、1年生には助けを渡しました。国府順位を上げてトップ、そしてトップとの差は3秒で初出場での初優勝を狙います千葉の境根。先ほど1秒差で2位だった桂は3位5秒差ということになっています。さあレースはいよいよアンカー勝負ということになりました。2位でタスキを受けてその3秒差を逆転し、現在もう一度先頭を奪い返している千葉の境根中学3年生、アンカーは大山康介、元野球部、夏からこの駅伝部に加入、冷静で走れるしチームを明るくできるタイプなんだという監督の話ですが、その大山が先頭に立ちました。そしてナンバーカード35、山口の国府中学1年生の栗本日向がアンカーを務めます。さらには後ろから迫ってきているのがナンバーカード40、福岡の湯川中学3年生の宗像拓磨、その後ろにはナンバーカード26、前回優勝連覇を狙う京都桂中学3年生は有原博樹というご覧の上位のメンバーです。優勝に向けてまずは千葉の境根中学、初出場初優勝に向けて今最後のトラックに入っていきました。先頭で境根中学、アンカーは大山康介、その2位との差は先ほどは9秒というリポートがありました。後ろをちらっと振り返った、やはり追ってくる、それは気になる。しかしどうだ、この画面の中には2位の姿は映り込んでは来ない。ある程度の距離を保っていそうだ。9秒以上離しているか。そして千葉県勢の優勝は過去3回あります。第25回以来5年ぶりの千葉県勢の優勝、そして境根中学としては嬉しい嬉しい初出場初優勝に向けて最後のコーナーを回りました。最後のストレート、栄光のフィニッシュテープが待っている。アンカーの大山康介、千葉県境根中学初出場初優勝、見事な走りを見せました。見事な走りを見せた。さあそして2位はどうだ。2位は福岡の湯川中学、初出場で2位、そして3位京都の桂、そして山口の国府が4位という結果になりました。初出場で初優勝となりました千葉代表境根中学校の皆さんです。まずは小川監督、優勝おめでとうございます。日本一です。ありがとうございます。本当に周りの方々のおかげでここまで来ることができました。改めて感謝を申し上げたいと思っております。本当にありがとうございました。優勝を果たした選手たちにはどんな言葉をかけたいですか。本当に最後まで諦めずによく走り切ってくれたなと思ってます。最初のランナーでしたが、どんな思いで走ったんでしょうか。はい、全国という舞台は初めてで、その中で緊張はあったものの、チームのみんなのことを信頼して自分の全力を尽くして走り抜くことができてとても良かったと思います。続いて2区を任されました小柳選手です。どんな思いで走ったんでしょうか。はい、緊張しましたが、まあ、チームのために全力を尽くして、まあ、ウエストの走りをできました。続いて3区を走りました佐藤選手です。今日の自分の走りはどうでしたか。はい、初めての全国という舞台でとても緊張したのですが、最後まで力を振り絞って走ることができて良かったです。続いて4区を走りました伊藤選手です。伊藤選手はどんな思いでタスキ受け取ったんですか。思っていたより順位が下だったのですが、エースとしてチームを優勝に導くという思いで、一生懸命必死に走りました。優勝に導くということでは19位から1位に順位を上げました。ご自身でどうですか。やっぱ全国、個人での全国で予選敗退という悔しい思いで、悔しい結果で終わったので、全国というこのチームで18人抜きをして1位に上げれたのはすごく自分個人的には100点かなと思います。100点という言葉も聞けましたが、素晴らしい走りでした。そして助けを受け取った片岡選手、片岡選手は今日の走りどうでしたか。
自分は1位でもらった襷を、まあ、最後2位に落としてしまって、まあ、不甲斐ない走りになってしまったんですけど、まあ、自分はあともう1年あるので今日ここで先輩方そして全国の選手の方々からもらったことをまた今後1年、チームのみんなに伝えていければなと思います。出場メンバー唯一の2年生2位で襷をしっかりつなぎました。そしてアンカーの大山選手どんな思いで走ったんでしょうか。はい、その6区を任された以上はもうみんなから回ってきた襷をもう一生懸命つなぐっていう思いで走ってきて、まあ、それが実現できてとても嬉しいです。フィニッシュ1位で帰ってきた時はどんな気持ちでしたか。その今までの苦しい練習とかが全て報われたような気分でした。初出場で見事初優勝となりました千葉代表境根中学校の皆さんでした。初出場で初優勝、その中学駅伝で全国のトップになるこの難しさというのは改めていかがですか。そうですね、まあ、同じように初出場で優勝を目指して私もやっていたわけですけど、まあなかなか思うようにいかずに、まあ、特に今回5位の平岡中学校も優勝候補と言われながらもやっぱりなかなかこう思うようにいかなかったりもやっぱするんですね。やっぱりこれが本当に中学駅伝の魅力であり、やはりここで悔しい思いをすればそれがまたこの先にもつながると思いますし、この難しい中でこうやって優勝したことっていうのは本当にこれから人生の中でも誇りになると思いますし、ぜひねこの胸を張ってこれからも生きてもらいたいと思いますし、この優勝したことで陸上駅伝の楽しさにもっともっと、どっぷりと気づいてほしいなというふうに思いますね。確かにそうですね。優勝しました千葉の境根中学の小川健太監督はご自身が山梨学院大学時代陸上部の主務を務めていまして、で山梨学院で以前これまでも箱根駅伝で監督を務めた上田雅人現在は顧問から電話が祝福の電話がもう早速あったと。いやもういうことですね。結構いろんなこの監督さんたちもですね、いろんな陸上関係者の方がいらっしゃったりとかしてますんで、なんかねすごく嬉しいなと思いますね、そういうのは。さあ区間賞では3区で区間新記録菅野源太、山形大樹、それから4区のこの伊藤雄之介が19位から先頭を奪うという34秒差を逆転としてのね走りがありました。やっぱりこの4区大事だったんだなって思いますね。やっぱこの4区で先頭に出て流れを作るということが私も現役の時やりたかったレースをしっかりとこの境根中学校のね伊藤選手が流れを作って優勝まで導いたのかなと思いますので、素晴らしいエースの走りだったんじゃないかなと思います。